ずっといたいとしよう。失うことで涙する死んでしまったこの心では、おかしいことがおかしくない。一日不細潔癖症で神経質の斎藤さんは自慢の趣味を両手に抱え笑うのです。一方その頃、悲劇の中心 B 型匿名被害者 K さん、殺してくれと願いました。そんな赤いこの部屋では、人のふりした人ばかり、青紫の唇を開き、少数派は笑いました。オカルト映画みたいだ。